とは何回放送やっても、はい、さすがに吉田老けたなって必ずあるんですよコメント。いや言ってるでしょ、13年そう、ね、最初の放送からね、からもうそんなになるんですよ、うん、年取らないわけないんですよ。そうですよ、うん、もうね第1回放送のアーカイブとかに今の吉田の顔貼っといてほしいね、もうあれと比較するからさ。そうね、そうなんだけどさ、いやいやいや、もう50ですから、50ですよ。あの当時だって僕 Q14 担当したの37ですもん。衝撃です。うん、37と50って言ったらさ、結構数字のインパクトすごない？ありますね。そうですね、すごない？いや、よう37でやったなとも若干思うし、だからまあまあまあ、そういうことで、そうですね、あのもう親のと同い年だよみたいな人も結構多いんじゃないかな、うん、最近ね、あの10代後半20代のプレイヤーさんもすごい増えたんで、はい、両親と同い年、なんだったら吉田の方が年上みたいな人結構いると。いや、でも本当そうですよね。まあ、そんな感じですね。本来ですと、あの皆さん、プレイヤーの皆さんとですね、開発フェイス2フェイスで何かイベントをと、というお話も出てはいたんですが、僕らまだまだ、やることたくさんあります。ですので、まあ、今回は、僕が、全世界のプレイヤーの皆さんと、直接ツイッターでライブでですね、あのコミュニケーションを取らせていただくことで、まあ、1周年のイベントに変えさせていただこうかなと、はい、はい、思ってます。よろしくお願いします。